で今回の作業はマスラティのこのグランツに、マンソリーのカーボンボンネットを取り付けていきます。今は純正のボンネットになります。それではカーボンボンネットの説明から見ていただきたいと思います。このカーボンのパーツについて少し質問をしてみたいと思います。じゃあちょっと教えてください。教えてくれるのは酒井さんです。これは今は、どういう状態ですか？今箱から上げた状態で、これから足付けをして、クリアを入れる前の段階です。はい、クリアは入れないとまずいですか？そうですね、クリア入れないとあと紫外線って焼けたりとかするので、このドライカーボンのままでは取り付けはできません。じゃあこの状態は今クリアは入ってきてない？入ってきてない状態ですね。ドライカーボンオートグレーブから出たまんま、の状態ですね。これは、FRP とかの素材にカーボンを貼り付けたものではなくて、もうじゃあカーボンそのままの素材のボンネットということですか？そうですね、100% ドライカーボンですね。クリアは何度塗りますか？クリアは、もう回数とか決まってはいません。小さい砂とかが埋まるまでやります。早いこともありますし、5回、6回ということもあります。わかりました。じゃあこれからクリアを塗っていく作業に入っていきたいと思います。マンソリーのボンネットに1度目のクリアが入りました。今の状況をまた酒井さんに説明していただきたいと思います。1回目のクリアを終えてどうでしょうか？1回目のクリア入れて小さい巣穴や小さいへこみ、その型のへこみなどがあるので、それを何回か入れて埋めていきたいと思います。マンソリーではカーボンの柄も選べるとのことですが、今回はどういった折り方のものですか？今回は 3K の綾織りっていう生地を使って V の字にしてる生地を使っております。その 3K の綾織りは今、スタンダードな生地になっております。他にも綾織り以外にはどういう生地があるんですか？どういう折り方があるんでしょうか？まあまあいろいろありますけども、その大きく分けて平織りと綾織りっていうのがあります。ありました。ではここから、巣穴を埋めるために、2度3度ともうクリアを重ねていきたいと思います。今回の、マンソリーのカーボンは、こちらのように綾織りという折り方になっています。カーボンの耳の巣穴を見てみます。
ボンネットが、組み上がりました。今回ボンネットのカーボンパーツは、結局クリアの方を、表面だけで5回入れてあります。カーボンパーツの紹介をさせていただきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。